新型コロナウイルスの対策のため、タイの首都バンコクでは多くの商業施設が閉鎖しています。一部の観光地でも急遽閉鎖が決まったため、観光客からは戸惑いの声が上がっています。バンコクでは22日から来月12日までスーパーなどを除く商業施設が閉鎖されています。こうした流れを受け、観光地となっている一部の寺院や王宮なども独自の判断で閉鎖を決めました。バンコクの観光名所の一つ王宮は、今月22日から来月15日まで閉鎖すると発表しました。通常ですと世界中から集まった観光客でごった返しているんですが、ご覧のように観光客の姿は一切ありません。全く知らなくて、一応空いてるかなと思って来てみたんですけど、かなりショックです閉まってたか。観光業はタイの主要産業で、 GDP 国内総生産のおよそ2割を占めています。先月タイを訪れた観光客の数は前年と比べて 40% 以上減っていて、景気の後退は避けられない状況です。